姫島は福岡県西部の糸島半島から北西に4キロメートルの玄海灘にある島である。人口は147人。福岡県糸島市に属する。陳山は島の中央よりやや北側にあり、北岸は断崖絶壁もある険しい地形となっている。一方、島の南側は比較的緩やかな地形で、集落はこちら側にある。島の最南端より、 やや南南東の位置に第一種漁港の姫島漁港がある。最高地点の186メートル付近は玄武岩に覆われているが大部分は河口岩からなる。近世に黒田藩の流刑地だったため、幕末の除血、野村望む東にが姫島に流された経緯がある。もっち東にの記念碑は唐津や息の見える南西岸に立っている。 町村聖志港当時の所属市町村は、島群、芥谷村で、市町村合併により、芥谷村、島村、島町、糸島市と変遷している。集落に沿って、自動車通行可能な道路があり、集落内に細い道がある。島の外側の道路は、島中西部、中東部で途切れている。鎮山に登る登山道がある。島内に、バスや、 タクシーなどの公共交通機関は存在しない。また、都線は旅客専用のため自動車の乗り入れも不可能である。姫島漁港と九州本土側の岸都線上を結ぶ糸島市営都線が1日4便運行されている。岸都線上には無料駐車場があるほか、昭和バスで筑前前原駅からアクセス可能。ただし、バスの時間は 都船と接続していないので注意が必要である。糸島市立姫島小学校、糸島市立島中学校姫島文校等の南西部に、糸島市立姫島小学校及び、糸島市立島中学校姫島文校がある。保育室、機能訓練室を備えた、糸島市姫島福祉センター、浜湯が島の南東部にある。浜湯は、 各種災害時の避難施設となっているほか、原子力災害に備え、外気中の放射性汚染物質を取り込まないと、機密性といった放射線防護対策が行われている。姫島は、九州電力限界原子力発電所から 30km 圏内に一致しているが、悪天候と原子力災害が重なると船舶による当該避難が困難になる恐れがあり、 浜湯が一時的な屋内退避場所として指定されている。姫島 imagic.qee.jp2019 年3月21日閲覧福岡県避難支援マップ福岡県防災ホームページ2017年3月10日閲覧 ab 福岡県原子力災害広域避難基本計画福岡県 2017年3月10日へずらん。ありがとうございます。